はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、超嬉しいニュースなんですけど、新しいニュースとしてですね、アメリカの NVIDIA っていう会社があるんですけど、まあ、GPU っていうですね、グラフィックプロセッサー、プロセッシングユニットを使ってる、そういった会社があるんですけど、最近はですね、そのですね、GPU を AI の方に活用するということで、まあ、大変伸びましたよね。で、仮想通貨のマイニングしたりとかする際にも使うんですけど、今回なんとその NVIDIA がですね、量子コンピューター向けの、まあ、ツールを提供ということで、まあ、かなりですね、界隈が話題になってます。で、こちらの NVIDIA のですね、GPU なんですけど、まあ普通はですね、普通のコンピューターなんで、量子コンピューターできないんですけど、量子コンピューターの現場ですと、GPU は結構大事で、マルチノードつって、まあマルチコアとかマルチノードといって、まあ1個のチップで計算するんじゃなくて、まあ複数をですね、つなげて、まあ効率的に計算します。で、そんな中ですね、今回 NVIDIA が発表したのは、Q Quantum SDK といって、まあ、CUDA 使うと思うんですけど、量子コンピューターの計算を効率的にするっていう GPU を提供します。で、これですね、まあ、主に既存の普通の GPU を使って、量子コンピューターのシミュレーターと呼ばれるものをするんですけど、今までのシミュレーターのサイズよりも、はるかにでかいものができるということで、まあ、かなり話題になってます。で、これは2種類提供されてまして、一つはですね、状態ベクトルシミュレーター。で、これはですね、36量子ビットまでって結構でかいサイズですね。32計算するのも大変なんですけど、まあ、36計算できるっていうんで、36量子ビットですね、状態ベクトルシミュレーターっていうのが提供されています。あとはですね、テンソルネットワークシミュレーターって新しいタイプで、こちらですね、物理学で使われるテンソルネットワークって新しい方式をですね、計算すると、今までの量子コンピューターのシミュレーターの限界を超えてですね、まあ、非常にでかい、まあ、計算ができます。で、通常ですね、量子コンピューター、以前2018年ぐらいまでは、量子コンピューターのシミュレーターっていうのは48量子ビットまでしか計算できないって言われてたんですけど、このですね、テンソルネットワークという手法を使うと、まあ、結構ですね、接続って言って繋ぎ方にもよるんですけど、結構でかい計算ができちゃいます。なんで、このですね、NVIDIA のこのページでも、テンソルネットワークシミュレーターでも、大体ですね、まあ、53量子ビットですね。で、Google が量子超越をやったっていうケース、1万年っていう計算を結構簡単にやっちゃってます。はい、で、これで10分ぐらいできるということで、もはや1万年じゃなくて10分できてしまうということで、手元の GPU を使っても、ですね、1万年も10分までで短縮できちゃうということで、もうものすごいですよね。で、なんでこういうふうにしてですね、まあ、ステートベクターシミュレーター、状態ベクターシミュレーターと、あとテンソルネットワークシミュレーターの2種類を使い分けながら、まあ、今後はですね、手元にある仮想通貨とか AI で使った GPU を公式のツールとして、そのままですね、量子コンピューターに利用できます。で、今後量子コンピューターの分野で、そういった GPU が活用するっていう事例はものすごい増えてくるんですけど、一つはこういったですね、量子コンピューターを動かす前のテストとしてのシミュレーターが一つですね。あともう一つは、量子古典ハイブリッドっていうのがあるんですけど、まあ、量子古典ハイブリッド計算はあんまり早くないっていう結論ある程度出てるんですけど、実はまだ機械学習だけでは量子古典ハイブリッド計算を使う必要があります。なので、量子コンピューターと GPU をですね、直列でつないで順番に使っていくって最適化計算。特に量子コンピューターの最適化計算は、既存の AI の最適化計算とちょっと数式が違うので、まあ、そのあたりをチューニングした、まあ、GPU の最適化の量子古典ハイブリッドシステム。そして、そのですね、量子コンピューター側も、まあ、マシンに投入する前にテストとして利用するっていうことですね。このですね、2つのサイクルの中に、まあ、GPU がですね、まあ、非常に入ってくるということで、まあ、さらに量子コンピューターと GPU がですね、融合されるということで、まあ、超高速かつ超高性能計算というの道がですね、かなり開けるということですね。かつ AI はですね、だいぶこなれてきてツールもいっぱい出てきますし、世界的にですね、だいぶ飽和してきているんで、国内も飽和してます。まあ、まだまだ技術的にやること本当はあるんですけど、なんでこのタイミングでですね、量子コンピューターシミュレーターっていうのが出ましたんで、その手元のですね、AI 向けのですね、DGX2 とか DGX ステーションとか DGX1 とかっていうですね、GPU で、大型の GPU にこの Q クォンタムを、ね、搭載することによって、まあ、高性能量子コンピューターへの道が開けてですね、すでに大規模シミュレーターを含めた大規模計算っていうのができるようになりますんで、まあ、ぜひですね、手元のマシンを活用して、見てください。あとはもう一個ですね、ちょっと今日おまけでニュースなんですけど、アメリカのアイオン Q ですね、先日ニューヨーク証券取引所に上場したですね、アイオン Q が IBM のキスキットというですね、SDK を利用するというニュースが入っています。
IoT はハードウェア専業メーカーなので、そのハードウェアのほかソフトウェアは特になるんですけど、IBM のキスキットはですね、2017年から IBM Q っていうのをですね、オンラインで提供していて、まあ、非常に、ユーザーが増えていて、デファクトスタンダードになりつつあります。ただまあ、まだ商社って決まってないんで、うちもブルキャット SDK 頑張ってるんですけど、まあそういったですね、IoT Q はキスキットをですね、サポートするということで、一気にユーザーを取り込む狙いがあるということで、まあかなり頑張ったニュースが出ています。で、弊社の方ですね、Amazon で見ていただくと、IBM Quantum をですね、で学ぶ、よろしくお願いします。IBM Quantum で学ぶ、まあ、量子コンピューターですね。IBM Quantum で学ぶ量子コンピューターって本をですね、書いてますんで、ぜひですね、キスキットですね、勉強したい方は、Python とキスキットでプログラミングということで、実践本になっております。で中身はですね、まぁ、ちょっと多少、整合表は5色あるんで、整合表を出してるんですけど、非常にですね、アルゴリズムかなり、コンパクトにまとめたんで、まあ、自分で読んでても、使いやすいなと思いますんで、まあ、普段業務でやってて、まあ、こんな本あったらいいなっていうのを、まあ、IBM 社向けにですね、出したものがありますんで、まあ、これ別に宣伝してるわけじゃないですけど、まあ、非常に使いやすいんで、プログラミング何していいかわかんないとか、どうしていいかわかんないって場合は、まあ、これちょっと完全にうちの競合になっちゃうんですけど、まあ、IBM 非常にいいツール出してるんで、まあ、こういった形でぜひですね、これもチェックしてみてください。ということですね。今日は NVIDIA、そして IBM とキスキットの統合ということで、大きなニュースがですね、2つ出ましたんで、まあ引き続きですね、量子コンピューターまだまだやることたくさんあるんで、やっていきたいと思います。では今日は以上です。ありがとうございました。